上に乗ってもらうのが好きなんや。1月26日のフライデーに松本人志が馬乗りにさせる写真が掲載された。しかし写真は偽物で合成 AI として作られたものだとして現在はネットで大騒ぎになっている。理由は3つ挙げられる。1つ目はまっちゃんがピアスをしていないのにテーブルに映っている。まっちゃんはピアスをしている。2つ目はまっちゃんのデコと顔面の境目の色が違い、完全に顔をはめ込み合成している。3つ目はまっちゃんの筋肉が少し細くなっている。以上3つのことをフライデーが話題にしている。日本がヤバすぎる。